4番、金井は絶好の番手回りのチャンスです存分に生かして追い込み勝負で逆転劇あるか6番、泉続いて関東3人上がってきました3番手から5番、鈴木も上がって赤番1コーナーから1センター5番、鈴木が先に梶原を抑えていきます 2番、中島が少し離れながら2番手に上がっていって中川がさらに外を仕掛けていきました4番、金井、6番、泉と関東勢で1番、中川が抑えていく番手で鈴木が粘りました2番手、鈴木が粘って金井と並走になっています。 その後ろも2番、6番変装で梶原、6番手2番手は5番の鈴木が奪っての最終回金井は遅れました3番手も2番、中島3番、梶原4番手で2コーナーからバック1番、中川先行5番、鈴木中段から梶原が巻く手3番手、2番手の外3コーナーのカーブ5番、鈴木牽制するが3番、梶原中川に迫っていく後ろ7番、石田南関勢横浜、待った。 3番梶原、7番石田梶原石田梶原を押し切ったゴールイン梶原が押し切りを決めています。